そうなんですけど、迫る世界選手権というところで、今回、この方言で、表現、カプチョを貼り付けていくっていう。でね、川野さん、はい、今回、カプチョを貼り付ける場所なんだけどさ、はい、佐藤さんちなのよ。で、言ってないのよね。トツ。行きます、トツ。すいません、松井と申します。撮っていいですか。いやよし、撮ろうか。パッチですめちゃくちゃあるのよ。もう、まあ、川端さんがね、作ってくれた、はい、このパッチ映画チャンネル、ここに何を貼るのかっていうのまだ全然決めてない状態なんで、この後どこに何を貼るのかっていうのを決めていきたいと思います。でね、川端さん、はい、今回パッチを貼り付ける場所なんだけどさ、はい、佐藤さんちなのよ。おお、そう、はい、で、言ってないのよね。トツ。行きます、トツ、はい、トツです。もう近くなんでね、はい、このまま行ってやろうかなって思ってますんですごい企画ですね。すごいよ。どんな反応するかね、全く分かんないし、はい、どうしようね、これでブチ切れたらその時はあの、謝ろう。謝りましょう。謝りましょう。はい、お願いしたいと思います。お願いします。川端さんもなんか貼ってもらいたいでしょ、言うたら。そうですね、ちょっと、ね、はい、せっかくなんで。言ってね、今あの時間も本当にもう夜中手前ですから、しかも平日大迷惑行為というの。大迷惑、はい、明日仕事よね。向こうもこっちも。そうですね。まあまあいいでしょう、そんな感じで。いいです、行きましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ突しますか。突しましょう。突しましょう。あ、すいません、松井と申します。はい、松井と申します。いつもの松井です。はい、どの松井かっつってさ、怪しまれましたね。こんばんは。こんばんは。ちょっと開けてもらっていいですか。あっ、こんばんは、佐藤さん。お邪魔します。お邪魔します。ちょっと入ろうか。いいですか今。どうぞ。大丈夫ですか。おはようございます。お邪魔します。すいません、撮っていいですか。いやよし、撮ろうか。佐藤さん、はい、パッチをつけてもらいに来ました。おう、道着の佐藤さんです。今からいいですか。はい、さあ、お願いします。どうぞ。お、たくさんありがとう。ちょっとそんな感じで佐藤さん、突然ですけども平日の夜中からパッチの縫い付けお願いします。さて、3分の 0.8 ぐらいが終わったところで休憩です。すいません、ありがとうございます。佐藤さん、あと 2.2 あります。3分の 2.2 ありますのでお願いします。疲れとる完全に。こうか。よし、これで。はい、シーズ。オッケー。あ、
ありがとうございました。ありがとうございました。明日、明日、明日、よし、帰るか。じゃあ、ありがとうございました。突然お邪魔して、もう今ね、閉めよう。おやすみなさい。体幹でしっかりしてると、はい、グラグラしたりしないと思います。ああ、そうですね。それを一瞬で体幹を鍛えるじゃないですけど、バランスを良くして、グッと踏み込めるようにする方法があって。体幹がなくて。本当にこれやると、めちゃくちゃバランス良くなる。本当ですか。ああ、それをちょっとやりましょうか。ついたねではなくて、はい、肩幅に足を広げて、で、手をこうして。で、下にグーッと力を入れるので、はい、グラグラしないように耐えてください。はい。いきますよ。はい、ちょっとグーッてやると、ちょっと浮くじゃないですか。浮きます。ちょっとグラッてなって、はい、今度後ろに。はい。グラグラする。これが取れるんですよ。本当ですか。はい、バランスめっちゃ良くないですか。この上に乗ってた。あ、はい、今まで何十人とやってますけど、はい、良くならなかった人、はい、一人もいない。本当ですか。ボーナスステージでございます。基本は楽にしてください。まっすぐ立ってください。はい、 OK です。え、行きます、はい、行きますよ、はい、グラグラしたら失敗です。本当ですか。グラグラ初めての。本当ですか。ああ、相当やばいですね。疲れてます。ああ、そういうことか、はい、もう一回やりましょうか、はいはい、ちゃんとスイッチ入れてやります。あ、はい、いや、スイッチ思い込みの力でね、あのバランスが良くなるのかって今実験してます。結構力入れていくんで、はい、グラグラしないの分かります。今の全然グッと入ってる。はい、行きますよ。はい、で、うわ、ああ、分かりました。はい、すごいですね。ああ、全然違います。いや、違うよ。はい、全然違います。1回目ちょっとマジで面白かった。グラついちゃった。ちょっとさ、やったんですよ。グラついちゃいました。これ本当にバランス良くなる、はい、本当ですか。ああ、明日練習でちょっと試してもらって。多分無双しちゃうかもしれない。結構。はい。またよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まあそんな感じで。あ、はい。すごい本の概要みたいな。そうだね。ネタバラシ流行ってきたから。2回目ちゃんと電源入れてからネタバラシすればいい。